例えば最近またコロナが流行ってきたみたいなので、自粛要請は出てないんですけど、まあ、自主的に自粛をして、自粛がね、流行ってるというか、まあ、みんな結構意識してると思うんですよ。その中で、こういう方たち、みたいに集まってる者たちがいるんですよね。これ密ですよ。密です。ゆりこ、ゆりこてや。小池ゆりこてや倒しました。密です。ダメだよ。ズボラな人倒して。密。うわー、ダメ。密。菅ちゃん、総理だ。総理倒しちゃった。総理。ごめん、総理。アイム総理。まず、街を掃除しよう。アサリが邪魔なので。街をきれいに掃除する。アサリを海に返す。ちゃんとボランティアしましょう、ボランティア。まあ、ダメ、近づいちゃダメだよ。総理総理の周りに、ボディーガードが二人で。ダメ、密ですよ。スガちゃん、ヒレをカッコ、スガちゃんがめちゃくちゃ偉そう。なんか式典が上がってますよ。総理、こういうのも良くないと思います。人が集まってくるのは良くないと思います、総理。それダメだと思います。これ密だと思います。あ、ダメだ！密だ、怒った！危ない。怒った。良くないよ、密だよ。総理も言ってますよ。スガちゃんが密だって言ってるよ。あ！また総理の周りに虫が湧いた。あ！密です。小池ゆりこてや倒しました。密です。ちなみになんか、最近、小池ゆりこさんが、なんか、5つの子とか言って、会食時に使う、なんか注意事項を言ってたんですけど、小声、小皿、小一時間、こまめに消毒、換気、あと、小池あと一個なんだっけ、小池さんになっちゃう。あと一個の子。なんだっけ、なんか、よくわかんないんですけど、5つの子ってのがあるみたいなので、お気をつけください。なんか、このアサリとかも食べるときは、しっかり消毒し、喋るときは小声で、少人数でね。総理。新しい総理になってからめちゃくちゃ偉そうなんか。マジでボディーガード二人。何やってんの、総理。総理、こちらへ。総理、弾丸が撃ち込まれてます、総理。総理を守るんだ。総理を守れ。やめてください、総理を守るんだ。総理、こちらへ。総理、こちらへ、お逃げ。俺死んだぞ、なんか。総理、こちらへ、お逃げください。早く、こちらへお逃げください。こっちに、菅さん、早く。菅さん、追われてます。元ボディーガードたちの割れて多分スパイだ、あれ。俺に攻撃するな、やめてください、総理。こっちへ。こちらへ。ああ